大阪府立大学。大阪府立大学は2005年に旧大阪府立大学、大阪女子大学、大阪府立看護大学の3大学を統合し誕生した。現在、4学域13学類、7研究科を設置している。日本の公立大学の中で最も規模の大きな大学である。また、近畿の大学で唯一の獣医学領域を設置している。 学術情報センター図書館は、大阪府民も利用することができる。日本のみならず世界の研究型大学の変革の起点となり、地域に信頼される地の拠点となるべき、基本理念を表す言葉として、高度研究型大学、世界に羽ばたく地域の信頼拠点を掲げている。そのために、多様、融合、国際という三つの視点を重んじている。 大阪府立大学は2005年に大阪府立の3大学を統合し誕生した。その中の旧大阪府立大学は1949年の学生改革に伴い誕生した新生な庭大学が1955年に改称したものである。大学の起源となる獣医学講習所が1883年に設置されたことから大阪府立大学は2013年を はじめもと130年と位置づけている。大阪府知事や大阪市長らをメンバーとする大阪府市統合本部において大阪市立大学との統合が議論されており、2013年1月外部有識者からなる大阪府市新大学構想会議が新大学構想、被げを出した。提言によると、両大学を取り巻く現状について、 国際的な大学環境層が激化する中で、両大学とも規模も小さく、このままでは埋没しかねないと指摘している。そして、私立大の工学部と不立大の工学域など、両大学で重複する分野を見直し、今後集中すべき分野や補強が必要な分野に、人的資源を再配分することも必要だとしている。新大学は、文学部、法学部、商学部、経済学部、 医学部、地球未来理工学部、獣医学部、看護学部、医学部、工学域、生命環境科学域、現代システム科学域、人間科学域、都市経営研究科で構成される構想である。学生数を単純合計すると、全国の公立大学で最大規模となる。当初は2016年度の統合を目指していたが、 2014年4月25日延期が発表された。その後、2015年2月に両大学間で新、公立大学大阪モデル基本構想が取りまとめられた。2017年4月1日に両大学の法人統合に向けた新法人設立準備室を設置。両大学の運営法人を2019年4月に統一する関連議案が 大阪府議会で2017年11月8日に可決、大阪市議会でも2018年2月23日に可決された。2019年4月1日、両法人の統合により新しく、公立大学法人大阪が発足した。入学試験では、受験者は、各学類を出願時に選択する。学類に家庭が設置されている場合、学生は、 各家庭を2年次以降に選択する。ただし、地域保健学域総合リハビリテーション学類の各、専攻は、出願に選択。また、現代システム科学域の後期日程では、学域単位での入試を実施している。以下、特記していない専攻は、博士全期課程、博士後期課程である。工学域、生命環境科学域、人間社会学研究科。 看護学研究科、21世紀科学研究機構は、学部、原学域、研究科の枠を超えた学祭あるいは、分野横断型研究を進める、21世紀科学研究所で構成する研究組織で、大阪府立大学の研究活動の一層の活性化を図るとを目的として、平成21年4月に設立された。地域連携研究機構は、 大阪府立大学の教育、研究を地域社会につなぎ、シンクタンク機能や生涯教育機能、産学関連系など同大学の地域、貢献活動を総合的に推進することを目的として、平成23年4月設立された研究組織である。高等教育推進機構は、平成17年に創設された総合教育研究機構の役割を受け継ぎ、 大阪府立大学の基礎、教養教育の運営とファカルティディベロップメント、FD の取り組みの中核を担うことを目として設立された組織である。共通教育推進センター、外国語教育センター、高等教育開発センターの3つのセンターが設置されている。国際交流推進機構は、大阪府立大学の国際交流戦略の起案、仏局における 国際共同研究推進の支援、学生の外国語コミュニケーション能力の強化、留学生と日本人学生双方への国際化教育など止め性交流の強化のための研究教育を行い、国際交流を推進することを目的とする組織である。平成23年4月に設立された。また、国際交流推進機構には、 全学的な国際交流事業並びに学域研究科等部局が実施する国際交流事業の支援、学生の国際的流動性を高めるための国際化教育や留学生に対する日本語育の強化、その他大阪府立大学の国際化に必要な事業等を進める国際交流センターが設置されている。小型宇宙機システム研究センター、通称 SSSRC は小型人工衛星空 -1 プロジェクトに大阪府立大学の学生、院生たちが参加し、設計、開発を行ったことをきっかけに大阪府立大学と包括協力協定を締結した宇宙航空研究開発機構の支援のもと、平成17年4月に工学研究科に設置された研究センターである。 学生が主体となって活動していることが特徴で、学部1回生から大学院生まで研究センターに所属できる。また、平成23年12月には、研究センターが開発を進めている超小型衛星、オッポサットが、宇宙航空研究開発機構の H、イアロケットアイノリコーボ小型副衛星に、香川大学のスターズに、筑波大学の ITF-1 などとともに、 選ばれた。21世紀科学研究機構に属する宇宙、科学技術研究センターをはじめとする研究機関や、専門家、研究者の協力のもと、人工衛星の設計、開発、試験、運用すべてを、小型宇宙機システム研究センターに所属する学生が、行った。o p p o ットは、平成26年2月28日に、 H, E, アロケット23号機によって打ち上げられた。5ヶ月間の運用が行われた後、平成26年7月24日に大気圏へ突入し消滅した。その後、オッポサットの設計をもとにした人工衛星キットオッポサットキットの開発が企業と共に平成26年より開始された。平成28年12月には受注受付が開始されている。 さらに小型衛星だけでなく、航空宇宙工学分野宇宙、環境利用工学研究室と共同で、液体窒素と熱湯を推進剤として使用する、非燃焼型小型ロケットであるセスロケットの設計、開発、試験も行ってる。現在、セスマイナス 4B まで開発が進められており、到達高度は250メートルを超える。事後機は、のしろソライベントや、 コスモパーク課題において打ち上げ予定である。大阪府立大学では、平成17年4月の大学法人化とともに、産学館連携機構が設置され、産学館が連携した共同研究、外部資金獲得や資材確保に関する取り組みが、それまで以上に盛んに行われてきた。平成16から22年度の間には、産業界や館長との共同研究が、 年間平均約270件、受託研究が年間平均約150件行われた。平成24年現在行われている、または過去に行われた産業界や官長との共同研究の例として、次のようなものが挙げられる。植物工場研究センターは、閉鎖環境で太陽光を用いずに栽培する、完全人工光型の植物工場に特化した。 先進的な研究開発の拠点を目指して設置された上記の21世紀科学研究機構に属する研究所である。経済産業省による先進的植物工場施設整備事業、農林水産省によるモデルハウス型植物工場実証、展示、研修事業の両方の採択を受け、平成23年4月に国内最大規模の完全人工光型植物、 工場研究施設が中本キャンパス内に整備された。100社近い企業が参加するコンソーシアムを形成し、産学関連系の下で開発、実証、展示、研修などの事業に取り組んでいる。また、サンドイッチ店の日本サブウェイ株式会社が学産学賞をテーマにした野菜ラボ大阪府立大学店を中本キャンパス内にオープンし、 植物工場研究施設で栽培された野菜を使用したサンドイッチを販売している。前身の EV 開発研究センターは EV 及び関連分野の市場ポテンシャルを背景に大阪産業の活性化を図るためものづくり中小企業等との共同研究を展開する中核的拠点として設置。2013年4月に 次世代電動車両開発研究センターに改祖した。上記の21世紀科学研究機構に属する研究所である。また、大阪府立大学大阪産 EV 開発コンソーシアムを形成し、EV 要素技術の開発研究、大阪産 EV の開発研究、充電インフラの最適配置等の研究、EV に関する経済的アプローチの研究に、 ものづくり中小企業等と共に取り組み、大阪府が推進する大阪 EV アクションプログラムにも参加して、大阪府内のものづくり企業による大阪産 EV 開発を目指してきたが、2013年4月に次世代電動車両開発開発コンソーシアムに改め、2013年9月現在、76団体、31人の個人が参加している。また、 平成23年10月には株式会社トグミーが EV 開発研究センターと連携して開発した電気自動車550レベルーシオンとグミー EV ヒミコが 587.3km の位置充電走行距離を達成した。平成16年大阪府立大学はシャープとウォーターオーブンヘルシオを共同開発した。 それまで業務用としてしか使用されていなかった加熱水蒸気オーブンの家庭向けとて開発され、第3回産学館連携功労者表彰において日本経済団体連合会会長賞を受賞した。その後、大阪府立大学とシャープは平成21年に包括的連携に関する協定を締結した。古代米酒、何わの育は、 大阪府立大学生命環境科学研究科と天野酒醸造元最上号子会社が共同開発した聖書である。何和の育という名前は人類が古代から育んできた貴重な遺伝子を歴史ある地、何和の大阪府立大学で育んできた技術によって地域社会に貢献するという思いから命名された。生命環境科学研究科が発足させた。 古大発ブランド品開発研究会の不発、ブランド品開発商品第1号。古代米として注目されている赤米や国志米といった夕食米の一つであり、生命環境科学部が収集、保存してきた稲の一つでもある、浅サキを原料にして作られている。平成22年4月に、天野酒醸造元、最上合司会社より、一般発売が開始された。 アマノシオンラインストアでも販売されている。浅紫にはアントシアニンガン量が多いため、浅紫から作られた何わの育みはピンク色をしている。またアントシアニンには抗酸化作用、抗ガン作用等の整理活性作用があり、現在、機能性についても検討を加えるとともに、さらに多様な品種、系統を利用しての新しい種類の開発を研究中である。 21世紀 COE プログラムの採択数は1件だった。2011年4月現在、中本キャンパス、堺市中区学園長、羽曳野キャンパス、羽曳野市は、びき野リンクキャンパス、泉佐野市リンクう来きとの3つである。リンクキャンパスは2009年4月に開設された。また、社会人大学院生を対象にした施設もあり、経済学研究科の 南馬サテライト教室、看護学研究科の森宮サテライト教室の二つが会されている。他に、社会人教育の拠点として、公開講座や大学院教育を主に行う中野島サテライトが大阪府立中野島図書館にある。旧大阪女子大学の大仙キャンパス、堺市大仙町は2007年3月限りで閉鎖された。西側は売却されて、 住宅街となり、残りは、堺市が購入したものの用途は決まっておらず、2014年12月現在も、施設はそのままである。スポット。キャンパス内の道の愛称を募集し、大阪府立大学キャンパスストリート、愛称審査委員会、平成20年3月6日開催が決定した。白杉門から、まっすぐ伸びる、縦の道とそれに平行な道を、通り、 それらに垂直な道を筋としている。正門までは桜通りという道が通っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。